はい、それでは今日は豊光さんの駒の竜をカバーしていきたいと思います。攻めろ詰めろと将棋の駒を鳴らす指先、この一手鏡に曇りがように青い天まで粘り響く、瀬戸の産湯に東国さんは仮も味方の駒の竜。思えば左を忘れ、それで折り合う人となり、先祖の茶碗で飲むお茶は百手先まで染み渡る、一礼一服織部の炎、攻める伊達の飛車に知らない世界の果ても強いあなたは知っている無念の一花に秘め、己に咲かせ突き通す、誰が呼んだか終わりの騎士は猛攻服装、駒の ありがとうございました。じゃあまたねー。